地球を溶かして正方形になったら、チャンネル登録よろしく。チャンネル登録、高評価、ありがとうね。ごきげんよう、タカッパナです。今回やる今、ソーラースマッシュ。綺麗な地球だね。今日も地球をぶっ壊していこうと思います。まあ、このゲームね、今までいろんな動画上げてきたんだけど、まあ、今回もね、コメントとかで来て、アップデート来ましたよって来たんでね、早速、そのアップデート内容をやっていこうと思います。まずはね、モンスター系の兵器で、新しいモンスターが追加されたようだね。じゃあ早速、日本の下の方に召喚してみよう。やってきました。これなんだ?地球を溶かしていってる!えぐれちゃったね。ドラゴンなのかな?なんかかっこいいドラゴン。宇宙のドラゴンみたいなね。南アジアの島とかが消えちゃったね。インドネシアのみんなごめん。じゃ、日本の東の方にも、やってみるか。さて、まあ、こっちは海の方だからね。あ、今度はこっち方向に溶かしていったか。あれ、意外と日本避けてない？日本避けていってるね、このドラゴン。じゃ、ここら辺に召喚してみるとどうなる？まさか左側に行くのかな？それとも日本の方？あれ、左だ。あれ？まさかの日本。日本は攻撃しないっていう優しいドラゴン？さて、これは？上方向行くかな？上方向行ったー！日本は襲わない優しいドラゴンだ。日本に生まれてきてよかった。じゃ、このシールドを日本の真上に置いて、来ました。シールド。じゃ、これ、防げるかどうかやってみようかな。じゃ、ここに召喚。防げなかったらさすがに日本も無理だよ、もうこれ。さて、耐えてる、耐えてる。耐え切った。みんな、僕たちまだ生きてるよ。じゃ、試しに大量にドラゴン出せるかどうかやってみようかな。さあ、こんな感じ。あ、一応大量に出てきた。日本消えた。日本のみんな、ごめん。大量にドラゴン出しすぎた。めちゃくちゃ出せるんだね、ドラゴンは一応。ドラゴンの行列。地球を貫通した。地球に穴ができたね。ドラゴン恐ろしいなぁ。こうやって見ると、かっこいい。なんか、タコみたいだな。やっぱタコに似た生物って、恐ろしいんだね。惑星とかも色々追加されたんだね。まあ、とりあえずね、地球でやっていくんだけど、今回ね、新しい隠し要素。まあ、今までね、4つの隠し要素を見つけてきたんだけど、また新しく、ハテナが出たということで、探していこうと思います。まあ、今回ね、正方形を作ると、完成するみたいなんで、やっていこうと思います。まずはね、新しく出たここ、XYZ があるんだけど、これね、こんな感じで、もう正方形の空間を作り出すことができるんだよね。で、この空間を、まあ、地球よりちょっと、小さめの正方形を作って、これぐらいがいいのかな。で、これ形に沿って、削っていこう。威力はもちろん、5倍。5倍のビームね、溶かしていこうと思います。よいしょ、こういった感じで溶かしていって、綺麗な正方形作れちゃうね。あ、これ正方形の空間は、溶けないみたいだね。だからもう適当にこんな感じでやっちゃってもいいのか。あ、いいね、いいね。綺麗な正方形が出来上がってく。ここで人類滅亡しちゃったか。まあ、仕方ないね。だって、正方形の地球作りたいんだもん。完成しました。これもどこからどう見ても正方形だよね。なんかこれで、サイコロ作りたくなっちゃったね。まあ、とりあえずね、このまたリセットボタンを押すことによって、この形で地球が再生されるみたいなんでね、早速やっていこうと思います。
さあ、これで、リセット、完成した。見てください。不思議な形をした、正方形の地球。はあ、この辺はアフリカかな？日本はどこだ？日本これか。あ、こんな角の方に、ちょっと東京の方、すごい角度だな。これどうなってんだ？すぐ目の前が、絶壁の滝みたいになってる。これ、住めんのかな？一応人口は、77億人もいるね。丸い地球と同じだ。でね、もう一つ、新しい兵器が追加されたみたいなんだけどね。これか。これなんだ？これビームみたいな感じだね。じゃ、何もない。この海のど真ん中にやってみようかな。おお、眩しい。うわ、穴が開いた。これ威力やば。すごい、貫通したんだけど。こんな威力で溶かすの？あ、でもよかった。海、向こう側も海だったね。被害はそんな出なかったよ。ちょっと、スローモーションでやってみようかな。これ、溶かすスピードが速いんだよね。もうスローモーションでも、一気に溶かしちゃう、このビーム。恐ろしい兵器だ。この連続で撃ったら、穴だらけになっちゃうんじゃない？でかい穴ができちゃったよ、もうこれ。これもまた、すごい兵器が登場したね。あ。全員死んだ。生命のいなくなった地球は、壊しましょう。破壊って楽しいな。新しい地球で遊ぼう。じゃあね、このウラヌスっていう、天王星っていう惑星で遊んでみようかな。でかいね。これもガスでできた惑星なのかな？誰も住んでないけど。でも綺麗だ。じゃあこのガスの惑星も正方形作れるのかな？ちょっとこっから削っていこう。さあ、これでどうだ？あ、でもちょっと、いや、ガスだからやっぱ回復していってる。なんか別の兵器。これ使うか。一番やばい兵器ね。まず音が恐ろしいっていうね。そして、全体赤くなった。おっと、爆破した。あれ？粉々になったか。正方形のこの中は、無敵かと思ったんだけどね。なんか、この正方形の地球見てたら、真っ二つにしたくなってきちゃったね。ちょっと二つにしてみよう。二つにするには、この兵器が一番いいかな？あ、来た来た。これね、真横に、こう、レーザー当てて溶かしていくから、これを大量に出せば、いい感じに真っ二つになりそうだね。さ、めちゃくちゃ召喚してみたけど、あ、もうこっちは一周する。あ、綺麗に二つになりそうだね。わあ、こんな、地球には住みたくないね。あ、貫通したかな？空間が見えるよ。正方形地球も二つにすることに成功しました。全然生き残ってるね、人間たちは。日本もめちゃくちゃ光輝いてて、みんな元気だね。じゃ、さらにこれ、真上から、切り刻んでいこうかな。これ真上からだと、このレーザー使えないから、こっちの兵器使ってみよう。まあ、こんな感じで溶かしながら、地球を4つにしてみるか。よし、上の方は完成だね。まだまだこれでも、21億人くらいは生き残ってんのか。結構人類も生命力高いね。よし、縦側もね、ぶった切りました。いや、全然生き残ってる人類。こんな地球でも生きてけるんだね。じゃ、さらにこれ、
こっちの方もぶった切って、まあ8個かな。8等分にしてみよう、地球を。4等分にしてる時点で、すごいことなってんだけどね。なぜもう人類生きてるっていうね。そんな感じなんだけど。とりあえずこっちを。おし、綺麗にいけたね。じゃあさらに下の方も、ぶった切っていこう。あ、急に、地球が、灰色になった。急にすべて死んだ。森も海もなくなったよ。急に来るんだね。とりあえず大好きな地球を8等分にしました。なんかチョコみたいで美味しそう。アイスのピノみたいになったね。じゃあ8等分にした地球の1個壊してみようかな。完全にね、この1箇所をなくそう。とにかく破壊していって。いやもうめんどいから全部壊そう。わあ、綺麗だね。ちょっと気づいたことがあるんだけど、これドラゴン操作できちゃうね。あ、一応攻撃もできる。これがドラゴン視点か。あ、日本だ。あ、やべ、ちょっと危ない。日本ちょっと、ああ、ぶつかった。え？あ、ぶつかったらやられちゃっていう感じか。なるほど。意外と俺、なんか操作がむずいね。ちょっと、おー、でもすごい溶かしていってるよ。地面の中潜れちゃうんじゃない？溶かしながら進んでいってる。地面掘れちゃうよ、これもう。うわ、これが地球の中身か。地球の中身を旅行できちゃうね。ちょっと東京からブラジルまで穴掘って旅行しよう。さあ、じゃあ行くよ、みんな。もうこんな旅行はこのゲームでしかできないからね。楽しんでいこう。さあ、東京の、ね、地面を掘り進んでいって、だいぶ深くまで入っていってるよ。そろそろ貫通するかな。わあ、ちょっとね、地面をね、掘り進むとどうなるのかって気になってたところなんだけど、やっぱ最終的には、しっかり貫通するんだね。穴ができた。うわ、ここか。ちょっとブラジルからは遠のいちゃったけど、まあ楽しい旅行だったね。ちょっとね、このやばいレーザーを、こんな感じで、撃ちまくって、なんか地球で、素晴らしい作品ができたね。普通にオブジェクトとして家に飾りたいんだけど、こういうのあったら。ということで、地球をぶっ壊すゲームでした。また面白いアップデートが来たら次回もやっていこうと思います。じゃあね。